はい、ではね再開していきましょう。ここからね、今回の目的はまあエビルマウンテンね、しっかり攻略していってね、1回目のボスの、ゲマをね、倒したいなと思います。まあストーリーをね進めていって冒険も進めていくような感じですね。はい、じゃあまあパーティーがだいたい固定されたってことで、まあ、ちょっとね、ここはね、雑魚もまあ終盤ってことで、まあまあ強いというかめんどくさいやつがね、基本多くて。まあ、呪いかかったりするんですけど、まあまあ呪い大丈夫かな。まあ、流れとしたら、まあ、まあ、前回同様ね、まあゴレムス、ゴーレムが普通の攻撃と、あと3人でね、回復と、まあそんな攻撃とのねバランスを取りながらやってるような感じですね。意外とねこれ前回も言いましたけど多くのね金槌が結構いいんですよね。はい、じゃあまあこの辺はねさっさと進めていきましょうかね。でやたらと頻繁にボスっていうか雑魚にねぶつかる感じなんですよね。はい、じゃあまたね敵ですね。このね左のもう面倒なんで飛ばすようにしたんですね。まあちょっとねいちいちあいつが特に面倒なんですよね。今出た時の左のやつ、左のやつがね作戦を勝手に変えたりするんですよね。まあ1コマンドまあ大丈夫っちゃね。この右のやつエビルなんちゃらってやつですか。こいつはちょっと面倒でね、出たら複数出たらね、まあちょっとすいませんってことで逃げるんですけど。はい、じゃあまあこの辺は順調にね特に問題なく進めてますね。はい、じゃ あエビルマウンテンを象徴するようなね、まあここの今からゲマのところ向かうんですけど、まあここでねねこの辺のヘビとかもなんかもういかにもって感じですね。あ、こいつあれするんだ、ビギラマするんだ。ちょっとビギラマで範囲攻撃というか、この辺あんまり食らいたくないですよね。まあ、あれを、なんだっけ、結構食らったんで、あれを使わないといけないかな。ベホマラをね、マラか。はい、じゃあ、世界樹のハーツ使うんですね。世界樹のハーツ使って、回復とかするんだ。まあこの辺の敵はちょっと時間こそかかれどね、まあなんとか、まあ、時間食うだけでなんとか普通に倒せて、まあ変に死ぬこともないしって感じですね。はい、じゃあまあ範囲攻撃食らうけど、まあある意味範囲攻撃の方がいいかもしれないですね。賢者の石使うんで、まあその方が綺麗に無駄なく回復できるかもしれないですね。はい、じゃあまあ順調ってことで、まあ馬車連れてるんでね、回復の際には馬車の回復担当がねしてくれるような感じですね。で奥にねこれ宝箱あるんで、まあ、それ取ってから行こうかなということで、初めて見ましたね、これフレイムドラゴンっていうのは。まあ、色違いですね、最初の頃からいたやつに。はい、じゃあまあこのパーティーの構成安定してね優秀ですね。楽しくサクサクいけてます。はい、じゃあここでね、まあ大体ドラクエシリーズの後半に出てくるオーガシールド、ドラクエ3からあったような気しますね。オーガシールドをゲットしましたね。はい、じゃあまあスカルゴンとか強そうなやつが出てきましたけど、実際ドラクエ5じゃそこまでなかったのかな。ドラクエ10じゃなんかもう避けたいやつみたいな感じになってますけど、覚える吹雪もまあまあそこそこしか効かないですもんね。はい、じゃあまあここもね、初めての討伐だったし、こんな感じでマイペースにやっていこうかなって感じで、賢者の石使いながらねやりました。はい、じゃあまあ順調かな。はい、じゃあまあ範囲攻撃も綺麗に食らってますけど、まあ大丈夫ということで次進みましょう。もうそろそろねこの先が、あ、一応そっかこっちの方に宝箱があったと思うんで、それを回収してから、あ、メダルだったんだ。
まあ、メダルだったらいらないですけど、まあまあ先にねゲットしてから行こうかなと。ということでこの先にこのちょっと左行ったとこですね。はい、じゃあ、左に行って、おっと、しょっちゅうねバトルになりますね。まあスカルゴンもさっきも弱いっていうか、まあ範囲攻撃だけなんで、まあ、大丈夫かなと。あの星降る腕輪があったんでね、装備し忘れてたんですけど、一番右のねオーク、キングオークあのオークキングか、オークキングにね、星降る腕輪をね装備させました。それでね結構回復がね簡単っていうか、まあ分かりやすいですよね。 ミスなく賢者の石使えるんでいいかなと思ってね装備させてます。はい、じゃあまあ守備硬いっすね、ゴーレムが、まあ、このパーティーですね。お、いい感じいい感じ、しっかり決まってますね。はい、じゃあ順調に、割と順調ですね。勇者、息子の勇者も、呪文使うなにしてね、普通の攻撃だけとかにしてるんですけど、それでも問題なく、まあ、結構ザオリック使えるんで貴重なんですよね。モンスターにまあしなくても、勇者シリーズの防具も充実してるんで、お、来ましたね。ここが、まあ、今回の動画のね、ポイントのボスになります。はい、じゃあ、まあ、この2人はね、さっきから出てる感じで、まあ、そんなにって感じです。はい、じゃあ、まあ、実際にね、大事になってくるのは、この次のね、戦いになります。まあ、基本、回復しながらね、ゆっくりやってますって感じですね。さっき、そういえば、葉っぱ使いましたね、仲間にね。はい、じゃあ、ストーリー見ていきましょう、ここからね。暖かい光が降り注いで回復ですよね、これね。で、まあ生まれてこの方会ってなかったお母様に会ったってことですね。生まれた瞬間にマーサはどっか行ったってなってましたんで、ねえ、母親と思えないと思うんですけどね、生まれてずっといなかったらどうなんだろうな。はい、というわけでマーサがギルドラースの魔力を抑えようとね。はい、じゃあ倒れました。まあこのねメラゾーマといえばやつですね。はい、じゃあゲマ登場とね。え、悪いやつなんで、今までもね悪いことっていうか、パパスは倒されるし、あとはねこう、あとでもこれぐらいか、まあ朝ぐらいか、まあ、途中でね嫌なやつだなと思えるシーンは何個かありましたけど。はい、じゃあバトルやっていきましょう。まあ基本はこの主人公はまあ攻撃しながら、輝く息とか結構きついんですけど、まあなんとか問題なく耐えてますね。でここでねちょっとそういえば呪文使うなにしてたんで、主人公の、まあ回復、あとは、まあ、賢者の石じゃなくてこんだけ食らってたらちょっとミスしましたね。ここしまったなと思って、ベホマラーの方が良かったですね。はい、じゃあスクルトをね、レックスクールにして、主人公マモケンとゴレムスで攻撃と。まあ今回バイキないんでちょっと長期戦になるっちゃなるんですけど、まあパーティー変えればねバイキ使えたんですけど、まあその手間を考えるよりも回復メインで安定感を持たせながら戦いました。はい、じゃあまあ68とね、主人公の攻撃力は全然大したことないですよね。なので今回ね攻撃で期待してるのが、まあゴーレムと この会心ですね。会心が200くらい食らうんで、まあ、ミスはあれど3回に1、うーん、まあ3回に2回かな、まあちょうど半分ぐらいかな、感覚的に半分ぐらいはね、会心が出るんで、まあ、今回連続で出ましたけど、まあ40とか50ぐらいの攻撃より全然いいかなと思ってますね。神の金槌ってね、なかなか装備できるモンスター少ないんですけど、オックスはそれに対して助かりましたね。会心が出るとやっぱり嬉しいっすよね。まあミスもありますけど、
それを補うぐらいの攻撃力があります、まあ、回復担当もいけるんで割と万能でしたね。はい、じゃあまあこんな感じでバイキをし、あ、バイキじゃない、会心狙いながら、ね、いやこうやって、ね、相手の攻撃も来るんで、まあこれに関してはちょびっと回復するような感じになりますね。はい、じゃあ、順調順調ってことで、まあストーリーが進んでいきますね。はい、じゃあまあこの2人の攻撃力やっぱ低いな。まあなんとか相手の攻撃に対してね、あのなんだろう、半分ぐらい食らうことってなくなりましたね、この構成でいくと。まあ、安定感だけは抜群にあるんで、ターン数はちょっとかかってそうですけどね。まあ順調順調で、もう半分は多分超えてると思いますね、攻撃。結構あの会心の連発が効いたりとかね。HP 多分5000ぐらいだと思うんで、どうなんだろう、あんまり計算したことないね。もうちょっと低いかな。こんな感じでね、会心が入ってました、ね、意外とこういうのが助かりますよね。こうモンスターが意外とバトルで活躍、ボスバトルで活躍してくれると思う。はい、じゃあまあバイキがないんで、こんな感じで進行していくような感じですね。激しい炎連発、まあ全体的に80ぐらいのダメージなんで全然問題なく、一応マラーで、あっちもあるんですけどね、マラーの方がいいかなと思って、ベホマラー。はい、じゃあ順調順調ってことで来ましたね。メラゾーマが来た、焼けつく息が来たって攻撃パターン変わりましたね。こうなったらもう終盤、今4分の3ぐらい食らわしてるっていうイメージですね、自分の中で、ね。まあ、正確ではないかもしれないですけど、変わったなっていうところでそれを感じましたね。はい、じゃあここからね、いきなりね強い攻撃連発 し始めましたもんね。まあ攻撃と、じゃあ、まあ、今後もねこんな感じでバランスよくやっていくと、まあ、それしかないですね。でそろそろ普通の攻撃ぐらいかな、連続できたんで。焼けつき息か、麻痺しましたね。まあ、こういうので小手先の技に入っていく、まあ、体勢とかないんでね、背部とかは、ね、この辺が炎を食らっちゃうときついバトルになって、まあでも終盤ってことなんで、ね、追い上げていくしかないですけどね。一応まあ使えるベフマンでしっかりやっていくと、もう結構きついですけど、こういうので大丈夫かな。はい、戻りましたね、 HP に。優秀優秀って感じですね。でベフマンが逆に意味なくなったぐらい。はい、じゃあ、順調ってことで、もうちょいなんですよねきっとね。はい、じゃあ押せ押せってことで、ゴレムスとオークスの攻撃に期待しながら、おー入りましたね、会心が。じゃあもうちょいだと思うんですけど、また焼けつく息か、ガンガンしてきますね、焼けつく息ね。ヒアリック覚えてるんで、あの勇者が、それで助かりそうですか。はい、じゃあ倒しました、無事12000パチパチってことで、よかったよかった。なんとかねこの動画の中で間に合いました。5分ぐらいかな、もうそんなかかってないかな。まあ4分から5分ぐらいの討伐だったと思いますね。はい、というわけで、まあ熱いってことで焼かれる倒しましたね。まあマーサの聖なる光かなんかでやられたかもしれないですね。はい、というわけでマーサを、主人公の母親ね、レックス君から見ておばあちゃんをね救うことが、救うというかまあが仕事を再開したんですけど、ここでバチコーンと、まあさ倒れてばっかりですね。はい、ミルドラースの魔力が強かったと。はい、もう良い、お前は十分にやったということで旦那さん登場ですね。こっちへおいでってなんか怖いですよね、死人がね。うーん、まあまあそういうことでお疲れ様でしたと、二人で登っていきましたね。一人は、はい、というわけで今回ね、討伐まででした。
失礼します。